民族区域自治は中華人民共和国が採用している少数民族の統治政策である。民族識別工作とは中国の国民を構成する諸集団がいかなる民族に帰属するかを法的に確定させる行政手続きである。新代から民国期にかけて伝統的にご族とされてきた民族の数はこの工作により56にまで細分化された。 1935年の調査では、少数民族の数は400ほどであったが、政府による民族識別工作により統合を推進し、56の民族が公認された。漢族を除く55の少数民族は、民族ごとに、その集中地域が区域自治の領域として指定され、その地において、その民族に対し、民族の文字、言語を使用する権利。 一定の財産の管理権、一定規模の警察、民兵部隊の組織権、区域内で通用する単行法令の制定権などが認められる。中華人民共和国における小休業制区の分布図。5つの自治区がある中華人民共和国における地休業政区の分布図。は、自治州中華人民共和国における研究業政区の分布図。は、 自治県中華人民共和国の現行制度下では、第一級行政区画として、省、自治区、直轄市が、その下に位置する、地球行政単位として、地区、地球市、曖幕、自治州が、さらにその下の研究の行政単位として、県、研究市、旗が、さらにその下の行政単位として、里、ソムがある。民族区域自治単位は、その規模の大小に応じて、自治区、 自治州、自治県、自治教などがある。あ幕旗ソムは、新代二種として、モンゴル人に対して施行された、明期政以来の故障を踏襲したうちモンゴルのみに、見られる民族区域自治単位である。また、自治区内には、民族区域自治単位でありながら、続自治マイナスを管しない地区や、地球市、県が、自治区内の地区や自治州、地球市には、 民族区域自治単位でありながら、族自治マイナスを監視しない県が存在する。自治区としては、内モンゴル自治区、厚生地湾族自治区、チベット自治区、新疆ウイグル自治区、ネーカ海賊自治区が存在する。中華人民共和国の建国初期には、自治区という名称を有する民族自治行政単位が多数存在したが、それらの多くは小規模なもので、 行政制度が整うにつれ、多くが自治州と解消した。現存する5つの自治区はすべて小級の行政単位である。中華人民共和国の地区級の行政単位としては、地区、地球市、州、埋膜の4種がある。埋膜は、新大以来モンゴル高原に設けられていた行政単位、州は1950年代半ば以降、 地区級の民族区域自治行政単位のみに用いられた行政単位の故障であるのに対し、地区、地球市は中国の全土に設けられている行政単位である。小級の行政単位と研究の行政単位の中間にある地区級の行政単位の一種で、従来より各省、自治区の中核都市に設置されていたが、近年、各種の地区級行政単位の地球市への転換が、 大規模に推進されている。アイマクは、新代にモンゴルを中心に施行された、名記制に由来する、行政単位の故障で、名は、アイマクに対する中国語の故障である。内モンゴルにおいては、民国期、人民政府期を通じて、この故障が使用され続け、現在に至っている。モンゴル国でも、行政単位として、アイマクという故障が用いられており、そのままアイマクと、 金ながきされるほか、州や県などとは訳されることがある。中国の現行制度では、相幕は、地区、保障は県に相当し、20世紀末から21世紀初頭に、かけ明の地球市への再編が進行している。州は、数県を管轄する行政単位として、中国において、古くから使用されてきた行政単位の故障であるが、現行制度では、州と名のつく、自治体は、 すべて民族区域自治行政単位である、自治州である。中華人民共和国の建国初期、中国人民政府の掌握地域の各地で、俗自治区として発足し、1950年代半ばに俗自治州と解消されて、現在に至るものが多い。各省と自治区のうち、新疆ウイグル自治区に設置されている。地区は、元来は、数県を管轄し、中国の全省。 自治区内に設けられていたが、近年地球支援の転換が進み、現在では、国立港、紀州、関宿、青海の各省の一部分と、チベット自治区内に残るのみとなった。保障は、哀幕を構成する研究の自治体。新末の内蒙古で、漢人の入植が進んだ地域に、漢人を管轄する行政機関として、州、県が設置された伝統を受け継ぎ、 漢人が多数分布する、研究の自治体は、県、モンゴル人が多数を占める、研究の自治体は旗を名乗る傾向がある。民族自治区域内に存在する所見のうち、自治県の名称を関するものとしては、以下のような種類がある。いずれかの省において、集中の領域が、県規模の場合、自治主体民族の名を関した、自治県となる。いずれかの民族自治州において、 その州の自治主体民族とは別の民族の集中領域が現規模の場合、その民族の名を冠した民族自治権となる。内蒙古自治区やチベット自治区内の諸県、市川、大見、干渉、雲南の各省内のチベット族自治州を構成する。諸県で、チベット族が自治主体民族である。諸県はいずれも属自治権を名乗っていない。 第四層業政区画の里・藤、賃に当たる規模で民族自治を行う地域が民族郷である。自治権同様、主体民族の名を冠した故障となる。内モンゴル自治区では民族郷を民族、ソムと呼ぶ。ありがとうございます。